アイズ、新しい章へ進もうか。というわけで、中層にベル君のステータスパーティーもすります。条件は一応ベル君のステータスには何も問題ない。でも中層の13、ベル君の支援が届く。エイノさん、はい。パーティー分のサラマンダーウールよ。サラマ精霊の護符、これを揃えられたら。でも用意できなかったら、はっ、あともう一つ、無理は禁。はい。ありがとう。テキストログを表ありがとうな。え？ダメだ。任せとけ。リリが力になります。見ててください。見ててください。見ててください。
やばれた、やばれた、やばれた、へっへっへっ、ファイヤーバルト、冒険しちゃ、はい、クラネルさん、そうですね、はい、すみません、ありがとうございます。また来てくださいね。私。信じてるよ。はい。それじゃあ行ってきます、神。うん。それに中層に行くなら必ず装備しなさいって。少し派手。ま、あのアドバイ。とにかくで。はい。それにしてもサラマンダー、ああ着心地は、でもこの炎の大切ベル様に感謝の気持ち、分かったからさ、ありがとうございます、ベル様、ありがとうリリー、でもまたアルミラージかよ、やはりモンスターの出現頻度か、その数もな、いいですかベル様、分かってる、ヘルハウンド、その前にアルミラージ、ベル様、あ、あ、
リリー、いけません、押し付けられます。え、パスパレード。リリたちはおとりにされました。おいおい、冗談。退却します。ヘルハウンド。今の鳴き声、ベル様、ベル。それでヘスティア、ギルドにベル君の探索依頼を出してきた。ベルフ君の方は？ええ、昨日から戻ってきていない。同じだ、昨日から宿に。ということは大丈夫。ヘスティア、ベル君はまだ生きてる。そうね。ヘスティア、タケ、ちょうどよかったわ。ヘスティアのファミリアの子の。ええ、そうだけど。すまんヘスティア、昨日中層でうち、そしてヘルモンスターを押し、こいつらも必死だったとはいえ、もしヘル君が戻ってこなかったら、けれどとはいえ、捜索隊を結成するにしても、こちらからも中層に送り出せるのは3人だけと。俺も協力するよ。ヘルメス、お前何しに。なーに、親友が。俺も手を貸すよ。親友とか言って、随分といい。でもヘスティアに協力し、捜索隊には、はあ、うちのエースだ。はあ、どうするヘスティア。今はベル君たちの救助が最優先だ。頼むよ。ああ、ヘルメス様。ん？先ほど私を連れて。ああ。神が男女に。バレなきゃいいのさ。俺。僕も連れてけ。ヘスティア！落ち着けヘスティア。バレなきゃいいんだろ。僕もベル君を助けに行く。僕もついていく。くそ、足は大丈夫？さあどうだかな。ベルフ、な、どの道この怪我じゃ。だからって。じゃあどうする。俺は全滅をするくらいなら足でも。そんなこと。状況を整理し、リリ、残された武器です。ベル様の大刀は無事。僕は神様とベル。次にポーション類ですが。俺は何も。僕はレッグホルスターの中に。サラマンダーウールですが。大、俺もだ。では今後の方針を決めましょう。しかし上層に崩落に巻き込まれて落ちた。これはリリの主観ですが、階層の特徴も13。ここからが本題です。ですが、リリ待って。敵は強くなる一方。18階層はダンジョンにいくつか存在する。そこで地上に戻る上級冒険者に。どう、でもどうやって。中層には縦穴が、上に上がる階段を探す。階層主はどうする。ゴライアスなら遠征に出たロキファミリアが倒している。復活するインターバルを考えても。お前正気か。あくまで選択肢の一つです。僕いい、決めろ。リリもです。
謝れた。ゲームの設定を変更するんだね。ゲームデータをセーブしますか？